今年のグローバルリスク報告書の分析は、50のグローバルリスクに関する今後10年間の展望を、政府、産業界、教育界、NGO などの有識者、1000名以上からの回答に基づいています。意識調査の結果、去年に引き続き、極度な所得格差と長期にわたる財政不均衡の2つのリスクが上位に上がりました。また、慢性的な政府の負債に対する懸念と、今後10年間に対する見通しが、 さらに悲観的になっていることが回答から伺えますまず一つ目のケースとして経済と環境システムのダブルチャレンジの問題を取り上げています請求な対応が必要とされる社会経済的な問題が環境変動適応問題へさらなる負荷をかけていますさらに人間が先天的に持っている直感・先入観や願望が 論理的な思考を歪める認知バイアスによって私たちの将来のリスクに対しての対応が遅れているという問題点を指摘していますまた自然災害の被害が大きくなっているにもかかわらず長期的な環境変動及び適用問題に取り組みが十分に行えていない状況を挙げ新たな問題解決への糸口を探っています 2つ目のケースはデジタル化社会に広がる山火事という表現を使いテクノロジーの進化によって誤った情報を広がりかねないデジタル化社会の及ぼす重要な影響とそこから発生する問題について指摘しています。情報の大衆化により透明性が高まった一方で思わぬ方向に情報が一人歩きしたり意図的に操作されて広がる問題が反イスラム感情を煽った YouTube のビデオを例に見られるようになってきました。 従来のメディアがなってきた情報の質の門番としての役割が薄れていく中接続性によって誤った情報が山火事のように勢いよく広がるデジタルカル社会にどのように対応していくべきかを議論しています最後のケースは健康問題と人間の思い上がりについて取り上げています近年の大きな技術革新が私たちの健康状態を向上させてきた一方で 私たちは生物学的な変異が技術革新より早いペースで進むことに対しての危機感があまりありません例えば抗生物質が効かなくなる状況が起きたとすると健康神話は崩れ経済収縮慢性疾患高齢化や知的財産問題で常にパンク状態にある保険システムにさらなる負荷をかけることになりかねませんこのような状況の中未来の私たちの健康を守るために どのような手段で資金調達をし、国際協調ができるかを探ります。今年の特集は、国家のレジリエンス、つまり体制力を扱っています。2013年、世界経済フォーラムでの新しい取り組みとして、各国の体制力を図り、それぞれの国々の進展を終えるような測定値を作り上げていく予定です。 枠組みとして一つの国家を経済環境ガバナンスインフラなどを含む社会基盤と社会の五つのサブシステムに分けそれぞれがどれだけ丈夫でバックアップがありまた自然と人間的な資源の豊かさや対応力と復興力の観点から各国の体制力を測定する予定です今年の意識調査では日本の国家としての体制力と復興力が経済的なリスク面と 地政学的リスクに対して弱いと評価されました逆に自然災害を含む環境関連面では他の国々と比べて特に高く評価されました地域的な分布を見ると北米の回答者はリスクの発生の可能性を高めに位置づける傾向があり また、ラテンアメリカの回答者は、リスクの影響力を他の国々と比べると高く評価する傾向が見られました。性別で見ると、女性の方が男性のよりリスクに対する懸念が高く、興味深いことに国や企業の動向を握る世代の男性層は、リスクに対する懸念が他のカテゴリーに比べると低いということが分かりました。